コ野康幸ス野康コは、宮城県仙台市出身のプロサッカー選手。J リーグジュビロ岩田所属。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー、元日本代表。小学校1年時からサッカーを始めた。サッカー競合校の東北高等学校には、スポーツ特待生に入れず一般受験で進学したが、ここで頭角を表し、宮城県選抜に選ばれ、富山国体への出場。 東北校では、全国選手権への出場を経験。ナショナルトレセンやユース代表候補合宿への参加も、あったが、プロクラブからの勧誘の対象にはならず、卒業後は、地元のソニー仙台への加入が内定していた。しかし、コンサドーレ札幌に練習参加する機会を得て、札幌監督の岡田武史の注目するところとなり、同クラブと契約。札幌への入団内定後に出場した。 高3冬の全国選手権ではベスト8に進出した。追記サッカー協会のトレセンコーチから岡田武史氏に、いい選手がいるのですが、J リーグのチームどこも、興味を示さないのですと、電話がかかってきたという。岡田はビデオを確認し、高校生で、こんなに厳しいアプローチができる選手がいるんだと目が、釘付けになりましたと評価した。今度にコンタクトを取るも実業団のソニー仙台に、 社員として内定していた。また、コンロの両親も、うちの子は大したことないので、安定した、会社勤めをという本心だった。しかし岡田は、ソニー仙台の監督に、彼の将来のためにもと、自家判し、コンロ本人を説得し、コンサドーレ札幌に獲得したという。札幌では、監督の岡田から、ボールホルダーへの素早いアプローチとボールダッシュ能力を評価され、 加入初年度の2001年から先発出場の機会を得た。さらに2001フィーファワールドユース選手権に出場する U-20 日本代表に飛び級で選出されレギュラーポジションを獲得したものの本大会直前の怪我により自身の出場を逃した。2002年には主軸として期待され背番号が4に変更された。同年 U-19 日本代表に招集され、 AFC ユース選手権、カタール大会に、キャプテンとして出場し、準優勝に貢献。一方、札幌では新たに監督に就任した、柱谷哲司により、レギュラーとして起用されたがチームは、苦戦を強いられ、自身もシーズン途中での監督交代や、リーグ再開での J に降格も味わった。2003年12月には、U-22 本代表として、FIFA ワールドユース選手権、 UAE 大会に出場。2004年に J1 であること、若手の出場機会が多い、まだタイトルを取ったことがないチームで、チームと共に成長できると思ったことが決め手となり、J1 の FC 東京に完全移籍した。前年末のワールドユースが終了して、すぐの1月からは U-23 日本代表に飛び級で招集され、 アジア地区最終予選では代表チームでただ一人、全6試合にフル出場し、アテネオリンピック出場に貢献。8月のオリンピック本大会にも出場した。同年の山崎ナビスコカップ決勝では、FC 東京のセンターバックであるジャーンが退場し一人で、ボランチを任されることになったが、延長戦を含む100分、近い時間を守りきり、PK 戦の末自身にとっても、 クラブとしても初のタイトル獲得を果たした。当時の FC 東京監督を務めた原博美は、コンの守備力、特にボールダッシュ能力について、満員の取り方も相手への体の入れ方も上手いし、ファウルしないでボールを奪える。日本人離れしていると絶賛した。また、原からは攻撃面の能力を見出され、2005年には自己最多となるリーグ戦7得点を記録。 同年12月の J1 最終節では後半、ロスタイムに同点ゴールを決め、結果的にセレッソ大阪の優勝を阻止した。ただし原は自分で守りきれる能力があるために声を出して、味方を動かすことができていないと欠点も挙げており、コンロに声を出させるためにボランチのパートナーを外す夫人を敷くこともあった。2005年7月、東アジアサッカー選手権において、 日本代表に初選出され、同大会の中国戦で、国際 A マッチ初出場を記録した。同年末、イタリアセリエ A の US レッチェから興味を持たれていたが、12月の天皇杯浦和レッドダイヤモンズ戦で、左膝内側側側副人体を損傷してしまう。イタリアに渡り、診察を受けたものの、レッチェが想定する以上の重傷だったことから、正式オファーには至らなかった。 2006年10月、日本代表に選出され、ガーナ戦で代表では初めてとなるディフェンダーとして、右センターバックのポジションで、フル出場した。11月のサウジアラビア戦では、フォワードの痩せるル,アルカフ二人のマークにつく一方で、果敢なオーバーラップから2点目をアシストし、3点目の起点となるパスを配球。いずれも、ガナハカズキの得点を導いた。オシムは、 好みではないポジションも喜んである準備ができていると、コンノを高く評価し、サイドバックなど、複数のポジションで起用した。2007年12月初頭の天皇杯開催中に、コンノの代理人である西、真田義則の売り込みにより、浦和レッズ、ガンバ大阪、名古屋グランパスエイトと遺跡交渉を行っていると、報道されたが、FC 東京の次期監督就任が発表された。 上福博氏と面談しチーム構想や強化方針に共感し、12月29日に残留が発表された。この際の契約を経て今度は FC 東京の最高年俸日本人選手となった。2009年は第9節よりセンターバックにコンバートされ、玉材の強さや優れたカバーリングを発揮。さらに両足でのフィード力を生かして、同じく CB のブルーノクアドロース。 ボランチの梶山洋平らと FC 東京のポゼッションサッカーの起点となった。オシム退任後、日本代表監督となった岡田武史は今度、ユーティリティがあって、貴重な選手と表出常に代表に選出。2010年に開催されたワールドカップ南アフリカ大会日本代表メンバーにも選出し、宮城県出身選手として初となる。 ワールドカップ日本代表選手となった。本大会直前に行われたコートジボワールとの親善試合で左膝人体損傷の怪我を負ったものの懸命のリハビリを行い、本大会に間に合わせグループリーグ第3戦のデンマーク戦において途中出場を果たしたが、本大会での出場はこの1試合に終わった。この年、 FC 東京監督の上福は今度を日本でトップオブセンターバックと表し、中盤の選手に負傷離脱が相次いだ中でもセンターバックに据え続けた。また、ボランチとしては前方へのパスを出す能力に課題があるがダイナミズムを出せるとして、より攻撃に比重をかけたい状況になった場合には、控え、ディフェンダーを投入するなどして今度を中盤に上げるという起用法を取っていたが、 結果は伴わず、札幌所属時以来二度目の J に降格を経験。岡田の後任として、日本代表監督に就任したアルベルト・ザッケローニは、初再敗となった2010年10月8日のアルゼンチン戦以降全試合で今度をセンターバックとしてスタメン起用した。2011年1月に開催された AFC ・アジアカップでは、ザッケローニからディフェンス陣のリーダーに指名され、 同じくセンターバックの吉田麻也をリードし、経験の少ない守備陣を統率。全試合にフル出場し、日本代表の優勝に貢献した。2011年はキャプテンに就任。J に最小失点となる剣士を築き、1人での J1 復帰を達成。同年の J リーグアウォーズにて J にモーストエキサイティングプレイヤーの初代受賞者として表彰された。また、 首相の大役を任されたことで、チーム全体へ目を向け、腹から指摘された声についても、積極的になり、自身の殻を破る一年となった。天皇杯決勝の京都産が FC 戦では、先制を許した直後に、同点ゴールを決め、チームの天皇杯初優勝に貢献。代表では11月11日の 2014FIFA ワールドカップアジア3次予選タジキスタン戦で、 国際 A マッチ初得点を記録した。2012年、1段階も2段階も上がっていかなきゃいけないと、さらなるチャレンジを目指すため、ガンバ大阪へ完全一席。ブラジルワールドカップ予選では、日本代表のワールドカップ出場に貢献した。7月21日、鹿島スタジアムで行われた、東日本大震災復興支援2012。 J リーグスペシャルマッチでは、被災地選抜チーム、J リーグチーム AS1 の一員として出場した。この年、g 大阪は深刻な不振に陥り、失点数はリーグワースト2位を記録してしまうなどシーズン通して、守備陣を統率できず、自身3度目の J に降格を喫した。2013年、 日本代表との並行日程のためリーグ戦の約4分の1ほどを欠場したが、センターバックとボランチを並行してプレーし、それぞれのポジションで安定したプレーを披露して、G 大阪の J に優勝と1年での J1 復帰に貢献した。2014年、G 大阪では前年に引き続き、ボランチでの起用が続いたが、代表との役割の違いから本調子とはほど遠い状態が続き、 チームも W 杯ブラジル大会中断前は、降格圏の16位に低迷してしまう。第8節大宮戦では途中出場で、決勝ゴールを決めたが、自身が投入された直後に同点にされたことで、試合後には、舌を噛んで死にたいと思いました。本当に、とコメントするなど、精神的にも追い詰められていた。5月、W 杯ブラジル大会の日本代表メンバーに選出されたが、 直前の親善試合や、第1戦コートジボワール戦はスタメンから外れる。第2戦ギリシャ戦と、第3戦コロンビア戦はスタメンで起用されたが、コロンビア戦では、自身のファウルで相手に PK を献上してしまうなど、クラブでの不調からの脱却ができず、チームもグループリーグ敗退となった。中断明け以降、ボランチに専念し、遠藤康人ともに中盤を占め、攻撃面でも、 間接的に絡むプレーを見せるなど自身が人生最大のスランプと語った不調を払拭する高パフォーマンスを発揮。11月にはハビエル・アギーレ体制となった日本代表に W 杯以来となる復帰を果たし、11月18日の新前試合オーストラリア戦ではボランチとして出場し、自身3年ぶりとなる代表での得点を決めた。自身の復調とともに、 g 大阪も後半戦は猛烈な巻き返しを見せ、昇格1年前での J1 優勝を果たし、さらには g 大阪の国内三冠達成に大きく貢献した。2015年1月にオーストラリアで行われた AFC アジアカップ2015では、グループリーグのイラク戦で左太もものハムストリング肉離れで戦線離脱し、2月のキャンプには復帰するもまたも同じ。 左太ももを故障し2015年シーズン開幕に間に合わなかった。自身が離脱中、チームは公式戦2分3敗と低空飛行を続けるも4月上旬に復帰しその後は安定したプレーを見せ G 大阪の復調を支えた。CS 準決勝浦和戦では先制ゴールを決め決勝進出に貢献。決勝の広島戦では第一戦。 第2戦ともにセットプレーからゴールを決めるもいずれも勝利には結びつかずあと一歩でリーグ連覇を逃した。天皇杯決勝浦和戦では試合開始早々に米倉久下が負傷交代したことで右サイドバックを務めることになり勝ち越した後半は浦和の猛攻を受けるもこれを耐え抜き天皇杯連覇を達成した。2016年シーズン序盤はセンターバックに怪我人が 相次いだことで、第3節の大宮アールディージャ戦では、センターバックとして出場した。2017年は、インサイドハーフが主戦場となった。3月23日に、約2年ぶりに代表復帰を果たし、ワールドカップ最終予選の UAE 戦では、スタメン出場で、約2年半ぶりとなる代表でのゴールを決めた。しかし、この試合で左足小指を骨折し、途中離脱となってしまった。 負傷が癒えてから、6月4日の岩田戦で2ヶ月半ぶりの実戦復帰を果たし、その試合30分間だけのプレーだったが、UAE 戦の活躍もあり、ハリルホージッチの信頼も厚く、負傷明けすぐに招集された。6月7日、負傷明け2試合目となったシリア戦にスタメンで出場し、代表を2試合連続となる得点も挙げた。7月29日、 第19節のセレッソ大阪戦で史上15人目となる J1 リーグ通算400試合出場を達成した。2018年シーズン開幕前に右足を負傷し、第4節の柏レイソル戦で今期初出場を果たしたものの、その後離脱を繰り返し、5月22日に右足関節前方インピンジメント症候群で手術を受けた。ハリル・ホジッチが解任され、 日本代表監督になった西野明から W 杯ロシア大会に向けたメンバーリストに選出されていたが、怪我の影響もあり3大会連続の W 杯メンバー入りは叶わなかった。W 杯後も怪我で試合に出場できなかったが、8月26日に行われた J3 リーグの YSCC 横浜戦にガンバ大阪 U-23 のオーバーエイジ枠として出場し、 その復帰戦で得点も挙げた。チームは J2 降格圏内にいたが、今度が復帰後はチームが勝ち出し、21年ぶりの9連勝を達成して J1 残留を決めた。2019年7月、ジュビロ岩田への完全移籍が発表された。8月3日に行われたベガルタ戦大戦でスタメンで移籍後初出場を果たすと、 前半32分に遺跡後初ゴールも挙げた。しかし、その後は、順位は上がらず、自身4度目となる、J に降格となった。11月にトレーニング中に腰痛を自覚し、腰椎椎看板、ヘルニア、脳腫に診断を受け12月に手術を行う。そのため、直前半戦は欠場となった。2020年6月、引退も考えるほどの怪我から復帰。 10月28日の東京 V 戦で、右膝内側即副靭体損傷のため、手術を受け2021年1月まで欠場した。同年は9月に、フベロ監督が辞任、鈴木監督に代わるなど、J1 昇格は果たせなかった。ボールホルダーへの素早いアプローチとボールダッシュ能力を武器とし、スピード、玉際や、対人戦の強さ、カバーリング能力に優れている。 聞き察知能力も抜群で様々な場面で安定した対応を見せる。またパスセンスもあり、ビルドアップに長け攻撃の起点にもなることができる。2009年にコンノー、センターバックに固定して起用した上福博氏はトップオブセンターバックとその能力を高く評している。本来のポジションであるボランチ、日本代表で務めていたセンターバックに加え、 両サイドバックをこなすことができ、守備のユーティリティープレイヤーでもある。豊富な運動量と国際経験も武器としたタフな選手である。一方で身長は178センチメートルと絶対的な高さはない。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。